うわすごい会心の。すいません、なんかね終わってちょっと打ってみよう。力抜けた力抜けたこれだわ、はい、どうもです。今回ですけども、はい、アマチュア志田とかです、はい、ヘッドスピード41と45のアマチュア2人がアマチュアのためにやる志田動画です、はい、今回は最新のクラブの紹介と新たな提案をしたいと思います、はいはい、そのクラブがこちらです、はいはい、D430 の7番ユーティリティ、はい、34度、34度って結構初見たことないよね、うん、これがねなんか置いてあって、うん、もしかしたらロフト34、はい、でこれ俺らの7番アイアンがロフト33、はい、ということでこれがね7番アイアンの代わりに、はいはいはい、もしかしたらなるんじゃないかと、はいはい、でやっぱり一般的に UT の方がアイアンよりもまあ優しめ、はい、ソールも広いし、はいはい、まあ、ダフりにくかったりとか、うん、球も上がりやすいのかな、うんうんうん、っていうのもあるんでもしこれが7番と同じぐらいな感じでね、はい、使えるんだったら7番の代わりになるじゃん、抜いちゃうというのをちょっと今回だいぶ楽になるよね。そうだね、うん、UT からこうつながってさ次8番アイアンとかだったらこう、うん、結構ね精度も上がるんじゃないかと、はい、ちなみにこれ4、5、6、7があったね。そうだね、7番うまくいけば6も使えるということになりますね、はい、ちょっと構えた感じはい、見ます、はい、結構これだいぶね面が見えるんですよ。ほぼほぼね上向いてんだよね。こうやった時にチッパーなんだよね。もうそうだね、球がね真上に真上に上がってきそうな違和感ある、はいはい、結構不思議な感じ、はい、じゃあだからあれだよね、UT だからさ飛ぶような気がするんだけど、ね、ちゃんと高く上がってあの止まるのかってとこも含めてだよ ね、 だね、7番で使うならゾーンってなるんじゃなくてちゃんと上がってポンってなってくれれば、うん、グリーンも狙えるし、はい、いいんじゃないかってことで、はい、これしたらねかなり100切りしたい人とか、あ特に、ね、最初ねクラブ買うときに、うんうん、5番アイアンから買わなくていいと思うんだよね5番アイアンは結構もう抜く時代になってきてるんだけど、もう6、7まで抜くという選択、そしたら8、9でしょ、めっちゃ楽だよ8、9、P ね、うん、そうするとだいぶゴルフ変わる ね、はい、ちょっと革命になるかもしれない、革命になるかもしれない、はい、一応俺らの7番アイアン打つと比べるでしょ。そうだね、はい、じゃあ7番お互い打って、はい、次これ打ってアイアンと比べます、はい、という感じでいきたいと思います、はい、はい、お願いします、はい、じゃあまずアダス君の新作の、はい、新作じゃないです、旧アイアン、旧作のアイアン、だいたいまあいい当たりしてキャリ140、うん、全部で150みたいな、はいはい、のがまあ7番アイアンかな。うん、ナイス、あ今のはよし、うん、おちょうどぴったりじゃないですか、宣言通り今いい当たり140、152、いいじゃないですか。やっぱ落下角度とか、うん、スピン量とかこの辺を見ていきたいね、はい、結構このランはさアイアン多めに出ちゃうよね、 GC クワット、あ、まあ、ワークスピンちょっと少なめだからね、多分ね、うん、なんかあんま5ヤードとかで止まることなくない、うん、あとこれグリーンじゃないっていうのが多分関係してるかなと思うんだけど、ああなるほどね、わかんないけどこの表示的にさ、確かに、もいい当たりですね。とね、これが俺のアイアンっぽい、うん、低いボヨン、はいはい、ああ出すのね、はい、落下角度とね、はい、頂点がやっぱちょっとそこに当たってません。だいたいあれだね、バックスピン5000円ぐらいで、はい、キャリーちょっと一緒に見ますか、はい、まず打ち出し角、はい、19.3、16.6、まあ、2球目も結構ねありがちな球だよね、うん、バックスピン5600、5300、落下角度が40、39ぐらい、うん、まあ、こんな感じですね、ピークもね、うん、まあ、結構ちょっと低めの
ポヨーンってたのが割とこれは多いかな。まああるあるじゃないかな。そうだね。あとはランこのぐらい出てんじゃん。ガチで出てる。いきます。はい。これがどうなるかな。おお、ちょっとダフっちゃったか。若干ダフったね。ああ。でもこれラウンドだったら多分同じぐらい飛んでると思うよ。ああ、ダフっても飛ぶじゃん。お、スプーン6000。ほんと？うん。ナイス。おお。若干あれだけど。ちょっと引っ掛けちゃったけど。いやでも全然いいでしょ。ああ。お、なんかさっきと似てる。アイアンと似てるよ。おお、スプーン出てる。6000だもん。スピン6000台か。ちょっと高さ足りないけど、こう左に引っ掛けたにしてはスピン出る。出てるね。全然出てるもん。わ、今のいいわ。いいです。おお。本当に言ってんの？全然いいじゃん。ねえ。え、マジで？すごい。スピンがこんな出るなんて。これでまとめいきますか。はい、はい、そうすると後ろの3球だよ。そうだね。1球目はちょっとミスだった参考記録として、2球目見ると打ち出し 17.2、 ほぼそんな変わんないね。こっち 16.9。 あ、まあそうだね、ちょびっと増えたかなぐらい。うん、バックスピンは増えたね。すごい、ずいぶん増えたね。あ、へー、落下角だってバックスピン何1000以上増えてるのか、うん、平均で。そうだな、落下角度も3度ぐらい。ちょっと1球目ね、ちょっといつもより高すぎ、高いよね。あ、こっちの方がアダスっぽいもん、ね。そうだね、そう考えるといつもより角度もついてます。あ、ピーク高さは出てるね。そうだね、22キャリーは、うん、ランはでも変わらない。同じだね。ああ、ってことは結局ほぼほぼ同じでスピンが増えた。やっぱり1000ぐらい増えたね。うん、これででもラン減ってくれないっていうのがちょっと納得いかないけど。ああ、まあスピン増えたのも、ね。ああ、まあ、ちょっとこれ DC クワットの特性だ、ね。まあ、キャリーだけ見ればいいと思うけどね。ああ、多分もっと止まるよね、1000増えればね。これいいじゃん。何よりだってこうなったらラフとかさ、そうなんだよね、あのライ悪いとことかさ、どこでもこうバチンってやればさ、ある程度飛んでくれるじゃん、うん、ライ悪いところで打てるでしょ、当たり負けしないのよ。うん、だいぶ優しいよ。だってだいぶ優しい、うん、確かに。このペタペタなところとかでもさ、こう、うん、ここで出せるからだよ、はいはいはい、これがいいんだよ。買う、買いますか。え、次8点だよ。おお、どう？なんかマシンの音？それもこれはと飛んだね。すげえ飛んでる。はい。うん。はい、今は本当にいい当たり？まあまあ、うん、最高ではないけど、まあまあ、ね、8点の2球は打ち出し21、22。ああ、高いね。スピンはなんか意外と少なめだな。もうちょっと出るかと思ったけど、打ち出しが高いのが8点の特徴だね。うん、で落下角度47 47、すごい。ピークも30 30、すごい高さだね。高さはね、いつもこのぐらいあるの。ああ、キャリー150 146、まあ150ぐらいなのかな。まあキャリー150ぐらいだと思うんだけどね。ああ、でまあランはちょっとまあ、うん、除外して。でもこの落下角度47ってのがいいね。7番でもしっかり止まりそう、うん、打ち出しと。打ち出しはね、ちょっと高すぎるんだよ。じゃあこれで
破天がユーティを押すとどうなるのか、はい、7番ユーティリティね。はい、破天のユーティの印象イメージっていうのはやっぱライを選ばないところらへん、ラフとかでも。いや、球がやっぱ上がる、上がる、うん、上がりやすいし簡単に飛ばせる。ああ、おーわ、真上に上がってったぞ。え、あ、やっぱ飛ぶね。おー、飛ぶ、捕まりやすい。おいっと、スピン量変わらずに高さでドスン。ちょっと減ったでしょ。逆に減っちゃったね、ハテヤも。あー、でもね、これこれが UT のいいとこだよ。おっ、あ、これなんよ。全然いいじゃん。残しますか。6700、これが UT のいいところだから。いや、変えよう二人してうわー、すごい会心の。ちょっとでもね、スラってるよ。ほんとだ、うん、これすげえスピン入ってる気がする、やっぱり。すごい、100。これウェッジみたいじゃん。でもそんな曲がんないな。意外と曲がんない。今のアイアンだったらすごかったと思う。打ち出しは、はい、打ち出しちょっと増えた。あ、ちょっと増えた。うん、おお、2球目が一番いい当たりだったよね。うん、あ、6700、やっぱ出るね。出るね。最初だったから。まあ、1球目がちょっとドロー気味のね、うん、でフェードフェードで140、ちょっと落ちたか、角度49、これはドスン系だね。ピンポン36、1球目でも49度出てる、うん、すごい、すごいね。1球目が一番当たりよかったな。でも俺はスピン量増えたけど、ハテヤンはスピン量変わらずに高さと落下角度が増えたんだ、うん、まあ止まるってことだね。止まる、そうだね。ああ、ピークも全然5ヤードぐらい違うから、スケール伸びてる、ね、ただ今回の検証結果、7番アイアンにはなる、なりうる、なりうるどころか6番でもワンチャンいけないかな。だからちょっと今日ね、あのあれだね、シャフトがさ、うん、R だったから、うん、ちょっと俺さすがに俺もアダスも合わないでしょ。ちょっとか柔らかかったな。UT で R はちょっと柔らかい、うん、引っ掛けちゃう、うん、あの悪くしたらね。その辺もうちょっときっちりすればいいかもね、うん、これ7番アイアン、7番アイアン抜くか6番アイアン抜くか。ああ、そうだね、うん、シャフト次第で、うん、あ、シャフト固くしたらもしかしたら6番抜けるかもしれない、うん、5、6抜いてるプロ結構今も多いもんね、女子とかだって。ああ、多いよね、うん、まあ、だってさ、普通の男のアマチュアなんてさ、うん、女子プロと同じレベルで見ていいと思う。同じ、まあセットスピードとかね、結構近いかもしれないね。あ、ほとんどの男子、うん、男のおじさんプレイヤーは、うん、女子プロを真似ていいと思う、うん、男子プロのセッティングとか参考にならないんじゃない。はいはい、ならない。だからまあ女子プロで結構活躍してる人とか、はいはい、まあ、飛ばない女子プロが、うん、俺らぐらいじゃないかと思うんだよね、うん、だ結構参考に なるんじゃないかな。いや、これはあれでしょ、やっぱクラブ、ね、初めて買う人とか絶対いいと思うんだけど。確かに5番アイアンのある絶対いらないでしょ。セッティングは絶対もうね、初めての人はダメ、もう、ね、いらないよね、絶対いらない、いらない、もう騙されちゃダメだ、うん、店員に。店員さんはね、練習してこれから上手くなるならこれぐらいのスペックで使った方がいいと思います、はいはい、絶対言ってくるんだけど、正しいのは俺だ、はい、絶対優しいわよ。これはスコア、スコア10ぐらいアップできるかもしれない。そうだね。じゃあ最初やっぱスコアいい方が正しいと、ね、うん、はい。ということで、いや、むしろ俺も使いたいぐらい。欲しいね。ああ。ただ1本の値段で言うと IR より高いのかな、やっぱ。いや、1本は高いよ。高いよね。そこの問題がちょっとあるけど。まあまあコスパのね、はい、バランスちょっと大事なんですけど。うん、まあ、参考になったなと思ったら、はい、じゃあいいね。お願いします。はい。ありがとうございます。これちょっと最後動画外で打ったこの2球がめっちゃいい球。だって45ってやっぱ理想値じゃん。理想だね。止まる球。
でピークも見てよ、27、28。お前何してんの。すいません、なんかね、終わってちょっと打ってみようかな。力抜けた。力抜けた。これだわ、はい、欲しくなった。いや、むしろね、はい、俺 R でいいかもしれない。いや、これはね、買った。